てます。この絵の誘惑してるのもみんなで、流れます。30秒前で、はい、おはようございます。10月26日木曜日です。暮らし研究ラジオの時間です。この番組は暮らし方をテーマに様々なジャンルを研究するラジオです。あなたの暮らしに光を注ぐ住まいづくりナビゲーターゆうりんこと上村さゆりがお送りします。台風21号が過ぎたかと思えば22号発生。これがまた今度の土日に当たる予定になっております。沖縄県ではさすがに毎度のことながらイベントが中止また変更になったりとかして皆さん大変な思いをしています。22号の名前はサオラというようです。意味はベトナムレイヨ、ベトナムからラオスにかけての三角地帯に分布する牛科の動物です。とても希少な動物で国際自然保護連合が指定する絶滅危惧、1A 類となっています。このように、太平洋に発生する台風にも名前がついていてその意味を調べるとなんでこんなのを選定したのかな、日本はなんて思ってしまいますね。この番組ではリクエストとメッセージ募集しております。暮らしのことや今日あったこと、誰かに聞いてもらいたいこと、そして思い出の曲などもじゃんじゃんリクエストしてください。ファックスは 098-943-0094、 メールアドレスは 797@fmginowa.com、 数字で 797@fmginowan.com です。 FM ギノワンではホームページから映像と音声をネット配信していますのでぜひお楽しみください。ツイキャスはツイッター連動ですのでたくさんツイートお待ちしております。サイマル放送でも聞くことができます。リスンラジオでFM ギノワンを選曲してくださいね。こちらからでも完全全編同時放送をお楽しみいただけます。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページの再生ボタンをクリック、スマホでお聞きの場合は無料アプリリスンラジオをダウンロードしてください。そして全国のラジオ局から九州沖縄 FM ギノワンを選曲してくださいね。今日もどうぞ1時間お付き合いください。オープニングは嵐でオンリーラブをお聴きください。またこのマイクがね、しょっちゅう下がるんですよさ、どういう風に今は聞こえてないんですか？今バッチリ聞こえてる。聞こえてる。
ホームページから聞くと、はい、おしゃべり全部聞こえます。音楽も聞こえながら一緒。音楽は聞こえないんです。うん、これは何著作権の関係 で、うん、全部カットされるので、うん、あの裁判放送だったら音楽。改めましておはようございます。10月26日木曜日です。午前11時を回りました。暮らし研究ラジオの時間です。今日も元気に聞いてますか？沖縄県は宜野湾市急なアメリカ海兵隊施設キャンプホスターのフェンスのすぐそば、窓からは今日も東シナ海の水平線がくっきりの FM 宜野湾のスタジオから生放送でお送りしています。台風が近いとはいえ、この晴れ渡った天気なんか気持ちいいですね。はい、今週はゲストをお招きしています。リコキューウォーキングの中村さやかさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さやかさんは鼻呼吸ウォーキングのインストラクターということで、もともとは、もともとはね、看護師をやっておりました。看護師さんからどうしてウォーキングのインストラクターに、はい、現場で働いている時に3交代で結構忙しい生活を送ってたんですけど、うんうん、結構腰が痛くなったり肩こりがひどかったりとか、うん、そういえば看護師さん結構皆さんね、そうそう、結構体使うものだから、うんうん、でやっぱり変な姿勢で仕事することも多くて、うんうん、でやっぱそういう時に姿勢も気にしながら何かこういうの習えないかなということで、たまたまネットで探したんですけれども、うんうん、その時に見つけたのが現在の私の師匠である遠藤美恵のウォーキングレッスン、はいはい、でそれで受け始めたら、うん、なんかね、体の代謝が良くなるだけじゃなくて姿勢が良くなるとやっぱ見え方も変わるので、そうですよね、そう、うん、それがなんかすごい楽しいと思って、うんうん、この楽しさを他の人にも伝えたいなと思って、はい、インストラクターになりました。あ、素晴らしい。はい、さやかさんは、はい、生まれは、生まれ自体は熊本なんですけれども、まあ、母が、うんうん、熊本出身で、うんうん、で3つの時に沖縄に戻ってきまして、 あまり生まれた頃の記憶はあまりなくて、そうですね、おぼろげにちょっと覚えてるかなぐらいで、うんうん、でそれで地元の方は宜野湾になります。現在は沖縄市の方に住んでます。はい、でこの鼻呼吸ウォーキングのレッスンは、沖縄市と、今は沖縄市と浦添の方でやってます。うんうん、テクテクと出張してこられて、はい、そうですね、はい、行く時はちょっと車なんですけど行ってからしっかり歩いて、その歩き方の楽しさを皆様にお伝えしてるっていう感じです。うんね、うん、まあ、特に沖縄の人はみんな歩かないので、そうなんですよね、30秒、歩いて30秒のところ車出す、そうなんですよ。でも私も結構そういうところがあって、うん、やっぱりもう夏場とか外歩けないじゃないですか、うん、そう外中歩いて自殺行為みたいな、自殺行為、はい、だから普段ちょっと買い物行ったりする、うん、はい、例えばだとショッピングセンターの中とか、うん、仕事してる廊下を歩くとか、うん、そういう日常の生活、普段歩くとか座るとか、うん、まあ、立ったりするのもそうなんですけど、はい、そういうのを当たり前にやってるところでちょっと、うん、代謝をアップさせようっていう、そのコツをお伝えしてます。はい、じゃあそういったコツもですね、言葉で伝えられるところね、十分伝えてもらいたいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はさやかさんの暮らしを研究しながらこの番組を一緒に盛り上げていきます。ツイキャスからもコメント入ってますね。ロクさん、おはようおはにちはということで、はい、おはにちは、また今日もよろしくお願いします。それでは、1曲目聴いていただきましょう。スイートボックスから、Everything Gonna Be Alright。これね、どんな曲かなと思って、言われたらわかる。で、2曲目が、こっち、あ、そうかそうか、1、うん、
私ね、そろそろね、覚えなきゃいけないということでね、ミキさん覚えてね、自分一人でやれって言われてね、どうしよう、どうしようって、できますよ、かっこいいですね、ミキさんやるだけなら多分できると思うけど、それやりながら喋れって言ったらどうなるの、大丈夫やばい、ボタンを押してしまえば、こっちにスタッフの、スタッフはね、みんなそれ自分でできるんでしょうけれど、それさんがミキさんも知らないです、全然ミキさんが挑戦して、私もうずっと喋るしかないうん、だから、お願いって感じでついてもらって下がるのかっていうのが不思議なんだけれど、うん、なんかお腹のゴムとかが緩くなってるんですかね、かな、3年ぐらい、大丈夫、なんとか頑張っていきましょう、ね、ほんと明日から台風来るのかな、ね、こんなね、いい天気だそれもドライブインでも行きたくない、ねえ、でも、うん、なんか本当に嵐の前の静けさ、本当にもう、ねえ、こんないい天気に週末が来てくれたらよかったんですけど、ね、本当にずるいよね、子供たちね、いつもね、あ、またの土日学校休みにならない、学校休みにならないって言ってあれでしょ、運動会とかも選手中止になってまた休みになって、うん、今週もまた中止だから、なんかお仕事もそんなに休みないから、だから娘の何年生の時かな、それもやっぱりそんな感じで、CM だ、そんな感じで1回目の、予定日が中止になって次も中止になったもんだから、今度もう平日、じゃあ全然取れないですよね、家族は、と思ったんだけど、あ、結構取ってる、結構みんなね、休み取ってきちゃって、あれ普通とか、だから無駄なとにかく休み取れなかったから、私の、だからあんまり、応援する人が少ないとかわいそうだなと思ったから、いとこに電話して、来てもらって、そしたら、場所取りができないくらいいっぱいいるの、そうなんだ、すごい、来れなかった、親が来れなかった子はって言ったら教室でお弁当食べるようにしてたけど、ほとんどそれいなかった、沖縄料理、はい、お願い、沖縄料理を研究、はい、沖縄料理を研究のコーナーです。もうだいぶこの、コーナーも長くなってきましたけれど、今日はですね、ゲストがいるということで、おとなしくしているミキサーのメイク、もうちょっとね、話し入れてもらおうと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、おはようございます。おはようございます。はい、今日のテーマは、沖縄天ぷらでね、書くとね、なんかちょっと上品に見えるんですけれど、実際にはウチナー天ぷらって言って天ぷら屋さんでそのまま買ったりとか、私が小さい頃っていうのは、その辺で、おばちゃん一人でやってるような、食堂があって、よくこの3時の頃になってとこう天ぷらだけが並んでて、それ1個20円とかそんな感じで、売ってて、で学校帰りに道草しちゃダメよって言われながら、はい、必ず帰っておやつなんですね。そうそう、おやつで、そういった感じだったんですけれどね、あと、どうでしょうか、さやかさんのところは。あ、私は、そうです、職場
病棟で病院で働いてる時に、うんうんうん、あの病棟会とかあるんですけど、うんうん、その時のおやつが天ぷらなんですよ。そうですね、もう仕事終わった後に、うん、大きいお皿に山のように天ぷら積まれて、それを食べながら、うん、あのちょっと小腹を満たして、うんうん、それから会議をやったとかそういうのやったんですけど、うん、ありましたね。なんかそういうの思い出しますね、うんうん、私もね、あの設計事務所に、ね、勤めてた頃なんていうと、うん、大体もう6時くらいになるとみんなもうあのお腹すいたってやりながら、でも仕事まだまだから残業の前にということで、うん、はい、やさなあしわかります、やさなあしで、まあ、あの小腹を、はい、満たすっていうのかな、やさっていうのは腹減ったですね、はい、腹減ったを直す、うん、ちょっとあの小腹を満たすぐらいな感じの、うん、なので、うん、そうね、89% 天ぷらですよね。多いですよね。何かあるとね。そうそう。甘いものじゃなくて、もう天ぷら。うん、天ぷら。なんかね、見かけるとたまに買いたくなっちゃったりとか、そうそうそう、食べたくなりますよね。うん。うん、そう。あ、沖縄市のパラオのね、天ぷらとかね。美味しい。美味しいよね。あそこ美味しい。はい、うん、でも天ぷらさんよく見かけるかもしれないです、うんうん、そうですね、で今だいたい、うん、あの小麦の値上がりとかもあったので、今安いところで50円くらいかな、はい、うん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 、そうか、うん、でもあのやはりスーパーで買ってパックされた天ぷらよりあの多少冷めてても、はい、天ぷら屋さんの天ぷらの方が美味しいです。美味しい。この辺だとどこが美味しいですか？ここだと上間天ぷらが近いかな。上間天ぷらが有名ですよね。有名ですね。はい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 、ありますね。はい。うん、なんか、あ、はい、トロンボンさんから、こんにちはと入ってます。さゆりさん、さやかさん、めぐみさん、こんにちはということで、はい、こんにちは、今日もよろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ、あ、トロモさんのところは、天ぷらやっぱりあったみたいですね。サンジジャーの、茶わきも天ぷらだった。そうなの、天ぷらじゃなくて天ぷらだったんですね。確かに天ぷらって伸ばしますね。そうそう、天ぷらです。あの沖縄とね、一応あの本人たちはね、あの私も含めて共通語喋ってるつもりなんですけど、コーラって言わないでコーラだしそれはありますね、うん、語尾を伸ばすんですね、うん、そう、お茶って言わないでチャーグワーってね、グワーがつきますしね、うん、そうですね。そう、で、だいたいその天ぷらにはですね、お決まりの、沖縄で沖縄 お決まりの A1 ソースがだいたいこうついてくるんですけれど、私はなんかこのソースつけないでそのまま生で食べるのが、なんか私もあのそのまま多いです。 塩がかかってるんだけど、うん、美味しいですね。普通にね、うん、塩味になってるから十分ですよね、うんうん、それプラスソースとかかけて、うん、つけてか、つけてるね、うん、あの意外とね、ソースよりね醤油が美味しかったりする。醤油も美味しいですね、うん、確かに、うん、そう、あ、いろいろ使ってるかな、うん、意識しないで。で、あの前にね、まあ、小学生の頃だったんですけど、あの友達と一緒に天ぷらの具は何がいいかっていうことで、はい、それでランキングがあったんですね。で、芋がいいとか魚がいいとか、はい、あのいろいろあって、で私は芋派だったんです。お、うん、ですね、で最終的に、まあ、あのイカ派もいっイカ天ぷらもいたんですけれど、はい、最終的にですね、芋派と、魚派で、接戦になって、はい、1票差で芋派が勝ちました。A1 ではなくてウイスターソースって感じ。ウイスターソース、あ、私はウイスターソースをよく使います。あ、うん、あ、醤油、うん、そっか、ね、その方がいいのかな、うん。内地でいうとね、この天ぷらってどうしてもこのお蕎麦の上に置いてあったりとか、ちょっと上品なイメージがあるんですけれど、うん、あります、確かに、はい、沖縄のあれね、なんだろう、あのなんか感覚的にスナック菓子みたいな、スナック菓子、おやつみたいな、うん、おやつなんですよね、うん、うん、どういう上品っていう感じよりかはではないですね、もう少しなんか親しみやすいっていう感じでうん、ポテチくらいの、ポテチよりあれかな、あの
フライドポテトくらいのイメージなのかなっていうふうに思うんですけれど、うん、そうなんですね、うん、しっかりとお腹も満たされるし、うん、定食とかだとあの、うん、天ぷら定食とか、うんうん、あの天ぷらそばだったりとかは高いので、うんうん、ちょっと高級な高級ですよね、おやつには食べないんです、うんうん、ぜひね、何どこだっけ、南部の南部、うん、瀬長島、大島ですか、大島、うんうん、あっちの、スヌイはもずく、もずく天ぷら美味しいので食べてきてください。もずく天ぷら美味しいですよね、美味しいです、うん、セリさんは今でも芋が好きなんですか、うん、うん、そうでもね、さすがに最近芋ももちろん好きなんだけど、うんうんうん、魚も美味しいなと。ああ、そう。魚も美味しいです。私めっちゃイチハ、あ、イカハ。イカハ。イカ白身魚。好きです。じゃあ芋が一番最後。芋ね、子供の頃は好きでした。うん、でも最近はあんまり食べなくなったかな。そうなんですね。ロクさんがビスケットの、天ぷらなの、天ぷらは、おやつに食べてました。ビスケットを天ぷらにするの、ビスケットの天ぷら食べるところあるらしいですよ。はい、そうなんだ。ビスケットを天ぷらにする、まあ、岩手の方はそれが当たり前なのかしら。はい、トロギーさんからはとチキンナゲット感覚、そうそうそう、チキンナゲット感覚確かに言ってるな。そういう感じなんですね、うん、でも確かに言われたらそんな感じかも、うん、本当にね、うん、立ってつまんない、ね、そうそうそう、うんうん、そう、ね、ケンタッキー あのチキンだったらちょっと骨があるからパッという感じではないんだけれど、うん、天ぷらはね別にあの、うんうん、油でにはなるけれどあの残らないのでうん、うん、はい、ですからね、観光する方ね、ぜひね、あの天ぷら屋さん見つけたら、沖縄天ぷらを味見してください。そんなに高いものじゃないので、うん、あの本当に楽しめると思います。はい、それでは次の、曲と CM いきましょうね。スイートボックス、やっぱり辻スイートボックスからシンデレラです。なんかチキンとチキンナゲット、マックのチキンナゲットは私バーベキューじゃなくて、うん、あのマスタード派なんです。あ、マスタード美味しいですよね、うん、甘いやつもありましたよね、うん、前はあったけど今ないんですか。甘いやつって、あのスイートなんとかっていうやつが、スイートチリだったかな。あ、そっか、そうした。高校生の頃とかああいうのが好きだったけど、だんだん味覚変わってくるのかなってマスタードとか、そう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 、ちょっとそんなのがそのうちわさびとかね、わさび好きですよ。そうそう、もうスティックとわさびとか組み合わせ最高じゃないですか、あのお醤油とか刺身かって、もうバイクが下がるから椅子の方下げちゃう。ビスケットの天ぷらね、ちょっと今度やってみようかな。ビスケットの天ぷら初めて聞きました。ね、あのマリビスケットでいいのかな。マリビスケット。でもマリビスケットこのくらいの。そんなシンプルなやつがいいでしょうね。ね、オレオとかでやったら大変。オレオとか、チョコレートが。マリーでね、ちょっとやってみようかな。この、衣は内地式のがいいのかな。どうなんでしょう。内な式だとこのこってり、ぼてっとした感じでしょ。ホットケーキみたいな。丸い大きめの。やっぱりマリービスケットだな、きっと。へぇ、うん、たぶん。じゃあ衣も、本土式のあの薄い衣、うん、薄い衣なのかな、あの、パリパリ、パリパリっていうか、パリパリの味なの、うん、沖縄のね、天ぷらはどっちか、フリッターとか、あれに近いから、サクサクって感じじゃないですよね、なんか、あの、食べ応えがある。うん、やっぱりあの小腹を治すのにボリーミーなあれで、ね、広島でね、うん、あのもみじまんじゅうはあげません、え、
もみじまんじゅうの天ぷらをあげるの。もみじまんじゅうあげるんですか。あげるんですよ。めっちゃ美味しい。でも美味しそう。なんかパリパリ美味しいかもしれない。あのね、あんがね、トロンディンさんから、うちの天ぷらにはウイスターソース&とんかつソース&一味唐辛子を混ぜたソース。ーすごい。混ぜる混ぜる、やりますよ、ね、大丈夫です。ウイスターソースやっぱり一味美味しい美味しい、確かにやるやる。ロックさんから、ハッカパン、ハッカパンって、ハッカパンってもしかして、ハッカ、ハッカってあのあのハッカです、ね、あのハッカ、あとなんだっけ、あのあのちょっとスースーするハッカでしょ。そうそうそう、それの天ぷら、あ、食べたことない。ハッカパン、ねえ、ハッカパンが、うん、気になりますね。ね、ハッカパンの天ぷら、ちょっとあのクックパッドに出てるか探してみよう。そう、手がありますね。面白いですね、うん、なんか。そうね。やっぱ天ぷら盛り上がりますよね。研究っていうのは、うんうん、普通に雑誌とあの本に出てないような沖縄料理ばっかり研究してるから。へえ、うん。生コパン、生コパン。生コって言ったらもう海にいる生コしか。そうそうそう。今日のお片付け。今日のお片付けのコーナーです。なぜかね、あのこの CM の間も天ぷらの話で盛り上がってたんですが、はい、コーナー分かりまして、お片付けのコーナーなんですけれど、今日のお話は年末に向けてやるべきことをお話ししたいと思います。そしてさやかさん、お片付けはお上手ですか？はい、苦手です。あのやるとはまるんですけど、あの、うん、大きいとこじゃなくて細かいところに目が行くんですよ。あの引き出しの中とか、なんか細かいところ、うんうん、見えるとこからやっていけばいいのに、うん、なんかそういうところを整理したくなるみたいな、うんうん、で私よくあるんですけど、切羽詰まった時にやたらと整理したくなる。あります。あのもう忙しくてたまらないんだけど、そうそう、そういう時に部屋が一緒にあの連動して汚れてくるんで、そういうの見ると、あ、片付けたい思って、そうで片付け始めてこんなことしてる暇ないんだけどなと思いながらやりますやります。それやっぱりね、年末にね多くあると思うんですけれど、はい、もう年末っていうとね、あの皆さん同じように大掃除に向けてなんですけれどね、で大掃除するにはですね、やはりお片付けしてないと余計な仕事が増えてしまうので、大掃除する前にお片付け、あの物を整理しましょうということで、物を整理するってことはいわゆる捨てるんですよね、はい、捨てるために必要なことって分かります？必要なもの、うん、必要なやること、やること、うん、なんだろう、うん、ね、ゴミ出しますよね。ゴミの日チェックです。あー、なるほど、はい、なんかわかる気がする。あゴミが大量に出ても次の日ゴミの日じゃなかったらね、そう、絶対またね、 置いたままですもんね、お家に置きっぱなしになるのでそうそうか、うん、で、特にね、県内ではね、大体、この、うん、燃えないゴミっていうのは、うん、月2回しかないんですよね。ほとんどの、あ、そうですね、ほとんどの市町村でね、うん、まあ、燃えるゴミもだいたい週2回ですので、うんうんうん、簡単に考えると11月から燃えるゴミは、全部で16回出せます。でも燃えないゴミっていうのは4回しか出せません。考えたこともなかった。4回しか出せないんですよ。そう考えると少ないですね、うん、意識したことなかったです。そうでね、これね、2017年のカレンダーがここにあるんですけど、例えば、まあ、うちの方で考えるとね、あ、今回はいいなって今これ言っちゃうんですけれど、あの燃えないゴミっていうのが、第2水曜日と第4水曜日なんですね。そうすると、27日に全部出せないと、もう来年に持ち越しなんです。
タレマツの12月27日、うんうん、いやこれがね結構ね早かったりとかするとね、あの、じゃあこの、うん、だいたい連休23日24日に連休になるので、連休の間にやっちゃおうかななんて思うとですね、そのうん、とこの電球を待ってるともうゴミの日がないというね、うん、確かにゴミをちょっと残したまま年越ししたことあります、うん、大掃除大掃除ね、うん、あの会社が休みになってから休みになるって大体、早くて28日、うんうん、ですので、まず年内にゴミが出せなくなりますので、それあの、まあ、残してもいいやっていうんでしたら構わないんですけど、やっぱり一心ね綺麗にしてかなと思うと、最終のゴミの日を目指して、そこに向けていらないものは全部捨てるっていう風にしないと、また来年も同じ目に遭いますよというお話です。うんうん、ちょっと意識してみます。そう、あとね、あのどうしても寒くなる季節なので、いくら沖縄といえ、うんうん、あの寒い時の水掃除ってねやっぱり辛いですよね、うんうん、だからあのできるだけその時間を減らすためにも、減らすためには物を動かしながら掃除するとやっぱり長い時間かかるんですよ、うんうん、だから一挙に、雑巾がけとかあの水拭きとかをさっと済ませられるような環境作りするとお掃除も楽になりますよという話です。わかりましたか？はい、わかりました。はい、で今度台風とかも来るからその後にじゃあ、うん、そうですね、汚れたところさーとか見つけた方がいいってこと、うんうんうん、まあ、今度台風来たらまたあのお家の水洗いが待ってますので、ね、その後にでもね、あの、はい、うん、捨てられるもの、もう台風であの壊れたものはね一挙にそこで捨てるっていう方法もありますからね、うん、そうですね、うん、窓拭くタイミングがねいつも見失うんですよ、うん、大体台風の後ってあの、うん、台風が終わったらあの普通はお仕事じゃないですか、うんうん、だからあ窓汚れてると思いながら仕事行かなきゃになっちゃうのでね、なんか日にちが経ってしまうと、うん、ほらそれがもうこびりついて、そうね、なかなか落ちなくなるので、うん、できたらね雨がまだちょっと残ってるうちにパーッとね流せたらいいんですけどね、うん、あ、そういえば、私も昨日洗車してきました。私はもう諦めて、次の週明けにします。はい、次の台風が終わってからちょっと車、はい、うん、はい、サイチュミンさん、ナチュミンさんから、はい、ツイキャス来てます。こんにちは。資源ごみ、トイレットペーパーのし、たまったらと思っていますが、一人暮らしのためなかなかたまらず、出すタイミングがということで、あ、貯める前に出してくださいその場合は。あの資源ごみ確かにね、あのこれまた再生してあのリサイクルするっていう意義はあるんですけれど、うん、そういうふうにね、あのこのリサイクルだと次の資源のためにって考えるっていうことはね素晴らしい心がけだとは思うんですが、自分のためを思ってね、自分だけ、自分が一番大事ですから、自分のところにゴミがないことをあの優先した方がいいと思います。これは母の教えです。で少しでもやっぱりどんどん出していって、うん、出していった方がいいです。残さない方がいい、うん、そうそうそう、うん、普通ゴミで全然ねこれ捨てられるので、うん、うん、あとは、ね、あのトイレットペーパーの芯なしにするという方法もありますけれど、うん、いいですね、うん、でも私はね、あのワンタッチでトイレットペーパーをやってるのでいつも芯があります。あ、うちもあります、うん、で芯なんかね、なんかこんなにいっぱい溜まるかもったいないなと思って、なんかに使えないかなと思って一度鍋敷作ったんですよ、芯で、すごい、で作った後に、はい、こんな無駄な動力はやめようと思って、それ以来出てたみ捨ててます。はい、結構大変ですよ。はい、はい、それでは次の曲参りましょう、はい、それでは、こっちか、ね、愛で、キラキラフィーチャリングカンナです。元気曲やる場合とか、聞いてテンション上げてから行くんです。
ハンナさんのドラマ思い出しました。これ生きてますよね。リスする前に伝える自分がテンション下がったら大変じゃないですか。あ、そうね。私もつアゲアゲ曲ちょっとそう選んだんかな、持ってて、それを聴きながら気分に合わせて、うん、次もそうなんですよ、うん、あ、これもそうそうそう、ララランド、うん、一緒なんだ、普通だって書いとかない。そうそう、でも結構待つみたい、今行って出来上がるまで何ヶ月か待つみたい、そうそう、でも一足持ってたのも何年もずっと修理しながら使えるから、あ、でもメンテナンスもやってる、とりあえずぺったんこの靴が欲しいので、 長く履けるぺったんこの靴、最近六甲とか、リュウボの方に来てたんで、とっても行きたかったんですけど、行ききれなくて、タイミングあるからね、どうしてもね、穴生えてる靴が、あそこある、履きやすいですね。女子力の方がね、なんか女子力上がりますよね、でもミセスしてるならって本当みんな嫌いになってる、そう、それ見て影響されて楽しい。ミーさんに会ったのがもう何年前、になるんだけれど、もうずっと行きたい行きたい行きたいって思ったら、ミエさんの方が横浜に引っ越しちゃったから、そうそう、あ、もう今ね、なかなかね、うん、次来るのは何月かな、12月にクリスマスパーティーで来るんですけど、あと20秒です、はい、じゃあすぐトークに入りますね、はい、お送りした曲は、愛で、キラキラフィーチャリングカナでした。はい、さやかさん、この今日の、曲は全部さやかさんチョイスなんですけれど、はい、何か意味があるんですか？あ、全部ウォーキング、私のやってる微呼吸ウォーキングレッスンに関係するものを選んできました。まあ、はい、で最初の、ね、2つはちょっと古い曲ではあるんですけど、どの年代の人が聴いても結構テンションが上がるような感じ で、でそれを聴きながらやっぱりウォーキングレッスンすると、やっぱり楽しみながら歩くことができる、でテンポもいいのでこれをレッスンでよく使ってますね、はい、で今かかった愛の方は私 の、 元気ソングです。元気ソング、はい、レッスンに行く前とか、ね、やっぱり自分がテンション低いとか、そういうので言ったらやっぱりダメなんで、やっぱり元気な曲聴いて、私自身も元気をいっぱい充電して、それで楽しくレッスンをするようにということで、この元気ソングにして聴いています。なるほど、私も元気ソング、ちょっと探してみようと思います。はい、ところで、なんか、この年末に向けていろいろと、あ、はい、はい、もういろいろ
動いてはいるんですけど、うん、まあ、まずなんか微呼吸ウォーキングってなんかそれ自体も皆さん多分分かんないかなと思うんですけど、そうあんまり聞かないですよ ね、うん、そうですよね、これ何かっていうと、うん、あの呼吸と歩くこと、うん、姿勢とか、ね、歩き方を同時に意識することによって、うん、代謝がアップするっていうあのウォーキングエクササイズになります。ということは歩くだけで体重が減る、体重減ってきますね。あの生徒さんの中にはマイナス3キロとかもいたし、うんうん、あとやっぱ綺麗な姿勢をとるので、うんうん、あの自然と使ってない筋肉を、普段使ってない筋肉を使うんですよ、はい、そうするとやっぱよく効くのが背中のお肉が取れたとか、うん、あ、取れてほしいなよしそう、なんかね普段ねやっぱ生活してるとやっぱこの世の中忙しいんで、うんうん、歩いてる人ね見てると結構前かがみで歩いてる人すごい多いんですよ。あ、確かにね、そうみんなこのスマホを見ながらこうやってそうそうそう、どんどんって、まあ昔で言う原人みたいな歩き方を確かにであの背中が丸まっちゃってとか、うん、そうするとやっぱ連動して体全体が丸まってくるので、うんうん、そうするとやっぱ印象も暗く見えちゃうんですよね、うんうん、だ背中を元にまっすぐ伸ばして歩くだけで、うんうん、であの腰の痛みが減ったりとか肩こりが減ったりとか、うんうん、やっぱ体にもすごい優しいんですけど、うん、何よりも私がすごいなと思うのは内面的にすごい変わってくる。へ、私のあのね師匠の、うん、あの遠藤の元で学んだ時に、うん、一緒になんかレッスンしてる人がどんどん変わっていくんですよ、うん、なんか姿勢が伸びると一緒に表情が変わってきて明るくなって、なんか髪型が変わったなと思ったらメイクが変わって、うん、で、で習っていく人がどんどん綺麗になるから、これ面白いなと思ってそうなんですね、やっぱりそういう人たちとね、うん、あの一緒に過ごすとやっぱ自分も引っ張られていくんで、うん、ワクワクしてくるから、うん、それがなんかあの体だけじゃなくて心もなんかすごい変えてくれるなと思って、うんうん、すごい前向きになったりとか、うんうんうん、そういうのがすごい楽しくて続けてます、はい、わーすごい、なんか、なんか聞いてるだけでワクワクしますね、はい、じゃあちょっとねあのどういう風に歩いた方がいいかっていうのお手本、お手本ですか、うん、ちょっとお願いできますか、はい、あの恥ずかしいんですけどじゃあちょっとこっちの方から歩いていきますね。はい、じゃあお願いします。じゃあ、ね、ラジオを聴きの方はね、あの私が実況していきますので、はい、歩いていくと、あ、すごい、うん、姿勢をまっすぐにして歩いていって、お、すごい、なんかターンの仕方とかも入れてるんですけど、うんうん、これわざとらしくやってしまうとね、やっぱちょっと違和感がある、うん、はい、今ねターンの仕方っていうのも、あの本当に自然にターンを回っていって、これ普通の、私たちが普通にターンする時っていうのは、例えば前なんかなんていうのかな、足の開き方が変わるなっていうのが思うんですけれどね、うん、よく見る姿勢は背中曲がります、ね、よく見る姿勢は背中が、ま、曲がった時点で、あ、そうですね、なんか、肩が前に出て、なんか足が曲がってるのかな、そんな感じで、うん、膝が外に開いて歩いてるっていうのが普通の歩き方。そうすると、あ、膝に負担がかかって、あ、このまま痛みが出てきて、年を取るにつれて膝にちょっと、うん、痛くなってしまうっていうことが起こってしまうんですね。はい、ありがとうございました。はい、はい、トロンギンさんから、コメント入ってます。かっこいいさやかさんということで、ありがとうございますはい、あのぜひねトロンギンさんもですね、さやかさんのレッスン受けに男性も OK よね。 OK ですよね、まあ、メインは今は女性の方でやってるんですけど、男性の方も希望があればぜひお越しください、うん、はい、はい、まあ、の時々この学校とかでしたっけ、あ、はい、あの出張で依頼があった場合には、うん、学校の方でもレッスンしたことありますし、うん、最近はあの保育園の保育士さん向けに、はい、あのレッスンをやってきました、はい、結構大勢の人数のレッスンは初めてだったので結構緊張したんですけど、あのすごいあの楽しんでいただけて、嬉しかったです、はい、あの保育士さんがみんな並んでそうですね、やっぱり普段ね、うん、あのお子さんとかその親御さんとか、うん、そういう方たち、あの子どもたちに一生懸命の保育士さんたちで、うんうんうん、自分の体をやっぱりいたわるとかそういうところがやっぱなかなか、そうですね、そうそうそう、うん、それで
その職員向けにということで、うん、園長先生の方が、うん、あの依頼をしてくれてレッスンをやったとか、うん、そういうこともありました。そうなんですね、いい園長先生ですね。めぐ、はい、さんもそんな感じで歩いてますよねってそんな感じですか。え、どういうこと書いてますよ。どんな感じ、うん、どっちなんだろう。どっちの感じなの。いい感じだよね。いい方ですか。いい方だよね。ありがとうございます。ね、メグは本当あの動画の割には背が高いので。そうなんです、意外とね164ぐらいあるんですよ、うん、高いですね、はい、あ、羨ましい。ね、羨ましい。そんなにいらないと思いながら、ね、私も165をね目指してたんですけどね、はい、63であの止まってしまいました。でも高い方じゃないですか、うん、じゃあ私が一番低い。私160です。ですね、でもやっぱり姿勢がいいと大きく見えるんですね、はい、見えます、うん、あの実際本当に伸びます、ね、猫背だとやっぱ縮んでるんで、うん、そこを正しくまっすぐするだけで姿勢伸びますよ、はい、あやっぱり。あ、じゃあ今から身長伸ばそう。そうそう、今から姿勢を良くしようとすると今度反り腰になって腰に痛みが出る人が多いので、うん、あの正しいポジションに腰を持ってくる、腰って、はあ、うん、姿勢をね持ってくる位置を知るだけで本当に体に優しい歩き方、あと見た目がすごい綺麗になります。うん、あの歩き方とか雰囲気が変わるので、うん、うん、で連動してやっぱ締まってくるので、それはうん、あの男かなと思います。すごいやりたいですね。はい、ね、あのなんかどこかで、ね、あの、うん、情報載ってたりしないんですか、ウェブとか。ウェブの方はホームページ、あ、はい、ブログの方やっていて、そちらの方で定期的に、ね、載せたりしています、はい、あのレッスン案内とか、うん、あとはですね、あの今週の土曜日に、はい、ジョイスタイルゆいっていうことでイベント参加予定だったんですよ。そしたらまさかの台風で、はい、あの延期になってしまって、これが12月9日土曜日の方にあのちょっと変更になって、こちらもブログの方で案内載せてますので、もしご興味がある方は結構格安で体験レッスンの方受けれますので、あのぜひあのお越しいただけたら嬉しいなと思っています。12月9日は何曜日ですか。土曜日になりますね、はい、時間は11時から16時、11時から16時の間に予約制ですか。予約の方もやってますね、うん、あの空きがあったらもちろんあの来てすぐ受けられるんですけど、うん、はい、予約 の, あの混雑の方を避けるためにも予約の方を、うん、あの、はい、先にやっておりまして、でそちらの方で予約を取っていただけるとスムーズにレッスンの方受講できると思います。はい、これは、何という名称で検索すれば大丈夫でしょうか。ジョイスタイル、ジョイスタイル、はい、あの英語の楽しいジョイですね、はい、それにあのスタイルのスタイルで、はい、あとユイ、ユイ、ユイは結ぶという字ですね。はい、そうですね。はい、でこれは場所はどちらで、はい、これはですね、あの那覇市緑化センターの方でやることになっております。あ、はい、あの那覇の、新都心公園のすぐ横っちょにある、はい、そうです、小さな建物ですね。はい、もうみんな準備していて、東京の方からも来た方とかいたんですけど、結局もうちょっと流れてしまって、延期か、あの延期になってしまって、でちょっとあのね、職場だと思うんですけど。はい、そうですね、はい、でも、まあ、12月9日ということで、あと1ヶ月ちょっとあるんですけど、1ヶ月半くらいあるんですけれど、そうですね、まあ、12月忙しいかもしれないんですけど、ちょっとしたね1時間くらいをこのウォーキングの体験に、向けてですね、時間を空けても自分のためにね、そういう時間を空けてもいいんではないかなと思います。年末忘年会とかまで写真撮るとこ時とかも結構ある機会も多いと思うので、うん、そういう時にちょっとあの痩せて見える写真の写り方とか、そういうこともお伝えしたいなと思ってます。じゃあ、あの来年の年賀状の、写真はそれで間に合いますか。大丈夫、でもいいかもしれない。間に合うと思いますよ、12月9日なら。あとはですね、あ、結構大丈夫ですか。はい、大丆夫ですよ。あとはですね、あの12月2日、こちらの方はあの私の師匠の遠藤美恵と、はい、あとは一緒に、うん、あのクラブ、あ、クラブ B サンライズっていうのを一緒にやっている、はい、プレシャスクリエイターの宮平彩子さんが一緒にやってる、はい、あの毎年年末クリスマスパーティーやってるんですよ。で今回はメリーミュージッククリスマスっていうことで、メリーミュージッククリスマス、はい、はい、12月2日土曜日、土曜日の19時から21時で、19時から21時、はい、はい、パインツリーブレス、
の方で、はい、あのクリスマスパーティーの方を開催したいと思います、はい、これはドレスコードはあるんですか、はい、ドレスコードの方はありますね、パーティードレスになって、うん、あの検索の方を かけていただければ細かいところが見れると思うんですけど、基本黒と赤に今年はなってますね、うん、黒と赤で、はい、あなんかすごいいい女たちが結構ドレスアップするんですけど、うん、やっぱり沖縄住んでるとなかなかドレスアップしたりとか、そういうおしゃれする機会ってないので、うんうん、1、2日自分にご褒美のため、うんうん、なんかそういうの私もすごい最初出るときドキドキだったんですけど、うんうん、出てみてちょっとそういうのにチャレンジした自分にちょっと自信が出るっていうのかな、うんうん、何か新しいことをやってみる、そういうきっかけ作りとか、うん、そういうのでもすごいいいなと思って、なんか自分自身が内面からワクワクしてくるので、いいですね、あのすごい楽しいパーティーだと思いますので、ぜひ、はい、あのお越しいただけたら嬉しいです。いいですね。ではこちら、どちらのパインツリーブレスですかってことで、あ DFS 沖縄の方の、うん、あの DFS の中にある、はい、あのパインツリーブレスっていうところにありますね、はいはい、この新都心の DFS の方で、はい、開催していますので、ぜひお越しください。クリス、クラブビサンライズの、主催でクリスマスパーティーですね、はい、私はあの生徒さんも一緒に何人かで参加しようかなとちょっと考えてるんですけどはい、楽しみにしています。はい、本当楽しみですね。はい、それでは、曲参りましょう、こちらの方も、じゃこちらはさやかさんに紹介してもらいましょう。はい、これはですね、これも私 あのちょっと気持ち上げる曲なんですけど、あのララランド、Another Day of Sun ですね。はい、どうぞ。あ、本当にアゲアゲっぽいな。失礼します。これで、うん、そのショーに出て、おう、そう、あのランウェイウォークして、はい、いいね、そう、あれも楽しかったですね。うん、じゃあ12月2日か、もう探してくれてる、ありがとうございます。あれぐらい、あ、微呼吸ウォーキングで。うちちこの URL まで見てないからね。確か見ないですよ、うん、あ、さやかさんだ。そうそうそう。ホームページもね作りたいんですけど、まだちょっとそこまで追いついてなくて、うん、今ブログの方で、でも、うん、私もホームページそんなに活用してないかなっていう気がする。うん、今度ホームページのサーバー移そうと思って、でそうするとブログと連動してあのやれるようにすれば、ホームページもいつも更新できるしね。ああ、うん、そうですよね、うんうん、もう全部別々に書くの大変ですから ね、まあ、ホームページはあるっていうのが目的なのかなっていうのもあるけど確かに、うんうん、ほとんどね皆さんブログでやってるし ね、うん、あ、私はでも今日のブログ書いてないので早く書かなきゃなと思いつつこの本、風景とかは写真は撮って大丈夫なんですか、うん、今のこの雰囲気とかを写真大丈夫よね、撮ってください、うん、あ、 ありがとうございます、うん、写してあの、ね、ブログの方に、はい、あ、こっち向いてください、あ、逆にこっち向いてみましょうかね、まずお二人を、うん、あ、私も入ってるの、あ、はい、撮ります、はい、チーズ、みんなで映れないかな、うん、後で映る、後でやるより、あ、後がいい、はい、OK です、もう52分なんでね、うん、時間が、あ、ロクさん、僕も映ります、はい、はい、一緒にぜひぜひ一緒に一緒に映って、あ、じゃあ分かった、今日の私のブログにこの画面を、あ、いいですね、私も撮りたい撮りたい、もうすぐあのエンディングになるから、あれ、
ちょっと画面を撮らせてもらって、はい、ですからあのロクさんも一緒に映りました。確かに映ってますね。Facebook で後であげます。はい、じゃあそろそろ、はい、エンディング流しながら、ただいまお聞きの番組は FM 宜野湾から生放送でお送りする暮らし研究ラジオです。本日の放送はいかがでしたでしょうか。今日も1時間、ゲストのさやかさんも一緒でしたので1時間あっという間に過ぎてしまいました。そろそろお別れの時間となりますね。ここでお知らせです。整理収納アドバイザー2級認定講座が11月29日水曜日に、9時45分から17時まで、開催されます。こちらの方はさやかさんの微呼吸ウォーキングをやっているこの、アドラブルセレクトショップ浦添市八茶の方にあるあのアドラブルの方で開催いたしますので、すごくいい空間ですのでこちらの方もぜひ、お越しください。またインテリアコーディネーター試験、二次試験対策を通信講座で行っておりますので、こちらの方も直接私の方に連絡くださいませ。はい、こちらの方では、上村さんのフェイスブックメッセージもしくはメールで、メールが、sumai@kurashi-ken.net で、連絡くださいませ。暮らし研究ラジオ、この番組ではスポンサー募集しておりますので、詳しくは FM 機能案まで、ご連絡ください。エンディングは嵐でいつまでもを時間までお聞きください。それではまた来週も聞きに来てくださいね。お相手はスマイルづくりナビゲーターゆうりんでした。それではバイバイ、またね。ありがとうございました。